ロレンツォ・ベルナルディは、イタリアの男子バレーボール選手、指導者、トレント出身。ポジションは、ウィングスパイカー。元イタリア代表。1984年、セリエ A パドバへ入団。翌1985年から5年間在籍した、モデナ。1990年から12年間在籍した、トレビーゾで合わせて9度のリング優勝と、5度のコッパイタリア優勝を飾り。 欧州チャンピオンズリーグでは4度の優勝を経験した。1987年5月27日に行われたスウェーデン戦で18歳で代表デビューを果たし、2001年に代表を退くまでイタリア代表の歴代10位となる通算306試合に出場。1990年代のイタリアバレー全盛期を支えたレフトのウィングスパイカーとして活躍し、 1996年、アトランタオリンピックで銀メダル獲得、世界選手権連覇に貢献。1992年ワールドリーグで MVP。1996年ワールドリーグでは MVP とベストスコアラー賞を受賞した。2001年、アメリカ代表のカーチ・キライと共に国際バレーボール連盟の20世紀最優秀選手に選出。2007年、 現役を引退。地元トレントのセリエ B1 のクラブの監督に就任し、永遠に昇格へと導く。2009年にイタリア男子 B 代表永遠に降格したパドバの監督に就任。2010年1月にパドバの監督から退いた。ありがとうございます。